こかっこいいねああありがとうございますうん <laughs> 親父はだってあれだもんあの駅伝の選手だったからあの中大のうん あさん、スノーボーすんのうなちゃんマン、スノーボーで検索すれば YouTube に動画上がってるよ。好きなピッチャーはえなつと江川、うん。もうこれはもう日本の中で、ね、四方と言われるぐらい、俺は。もうまっすぐはもうね、やばいストレートを投げてたピッチャーだから。うん 両方死んでねえだろ、えなつもえがもバカ野郎、あんずよ。なあ、やめれやめ、おめえ。坂東栄治は卵おじさんはどうでもいいよ、ほんとよ。生きてんべや。桑田は、あの、頭脳なんだよ。あのね、えなつも、えがも頭脳使ってないんだよ。パワーゲームなの。 だってよ、持ち玉よ、ストレートとカーブしかないんだぜ。なあ。いやいや、いや変化球今スライダーなのよ、カットなのよ、なんだとかいろいろやってっけど、な、ストレートとカーブしかない。まあ確かに桑田もストレートとカーブだけだったんだよ。うん。ただし、 クワタは精密機械だったの。もう、とにかく、コントロールと分析力が飛び抜けてたうん。ああ、イラブなあ。でもイラブはなあ、なんか、俺なあ、なんで自殺しちゃったのかね。メジャー行ってね。うん。体型的にちょっと、あの、エナスに似てたよな。 晩年、イラブはな。斉藤勇希はもうハンカチはいいから、もう、あれもう、俺が絶対怪我するよ、あの投げ方だったら、つったら、見事に一年目で怪我してんじゃん。肘やって言わしてんだろ。なあ。終わったもうよ、脳身は、 悪いけど、先発で使うんだったらダメだ、今はもう無理だけど、あの、ピンポイントで使うんだったらまだお前ノーミーお前あの年でまだよ、ストレート153キロとか出るんだぜ。わかるノーミー。あ,あ いや、出てんのもう数字で。ああだから、中継ぎで、左だろ脳みは。だから使えるところでは、うん。バーンってあれは使えるんだよ。うん。だからまだまだ大丈夫だよ。そう思わね、野球のことはよ、もう、今、系統系統になってるから。うん。 山田隆サイドスローのああハンティーブレイブスかスケーター渋いとこ攻めてくんねああなああとは俺は津田ねみが好きだったかな 炎のストレート。うん。広島東洋カープ。つん、つだ。あんな細い体でよ。まあ、ああの、ボールは、ああめちゃくちゃ速かったわんなああ。赤星は、それは総類だべよ。まあ、確かに赤星の足は、とんでもねえ足だったよ、お前。 あれ三年連続撮るようだとってんだろなあ。ちっかちゃんがな、同じくらいやってくれるかどうかだな。阪神でな、近本がな、うん。そうそうそう。 あの、盗塁成功した数だけのっていうのを、あの、やってたね。よく知ってんね、ハロちゃんよ。うん。今年のセリーグ、順位予想してる。俺ね、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、俺今年を半身取りそうな気がするんだけど。ただ、 大山佐藤をどこに入れるのかなっていう話。いや、俺ね、中日はね、ドラゴンズはね、ちょっとまだかなっていう話。いや、俺、阪神結構行きそうな気がすんだよな。使い方間違えなきゃ。ただ、俺はっきり言うよ。もう、もうね、悪いんだけど、老人は去れ。あそこに、 新人を入れろよ。ライトはもうね、もう、もういいよ。インコース打てねえんだから。流し打ちしかできねえようなじいさんはいらねえんだから。まあ、あえて名前あんまり言わねえけどよ。な高級鳥のよ。おじさんもうやめていいから。うん、いや、鳥谷じゃねえ。鳥谷はもうパリーグ行ってんじゃねえか ロッテかなんか言ってんじゃねえか。糸井、だから糸井はもういらないんだって。もうなんか変な話、プレイングマネージャーぐらいになっとけばいいんだよ。あそこは、外野はね、阪神めっちゃ素材いるんだよ。ああだいたい考えてみろよ。なあ。近本いるだろ。 なその前、前のおめ新人王もいるだろう。なで今回、佐藤もいるだろう。外、外野バッツバチ若手が多いんだよ。うん。 あとね、投手陣もいいんだよ。あのね、ローテは、先発陣をあともう1枚か2枚。でも藤波が復活してくれたら、あと1枚欲しいとこだよな。いや、なんか兆しが見えてきてんだよ、藤波が。すっぽがね、少なくなってきてんだよ。ああ。 海はよ、梅ちゃんとかよ、な、糸原とかあの辺で梅ちゃえいいんだから。下で点が取れるぜ、阪神は。チースよ。正直。マジで。俺ね、セリーグでね、海打線でね、点取れるのって、結構阪神いけんじゃねえかなって。6、7、8で。うん。 梅ちゃんうまいしなぁ。もう梅、梅ちゃんはもうキャッチャーで、で、あとは代打で原口どこに突っ込むかとかさ。高山はもうだから外野の守備はうまいんだから。うん。間違いないんだ、ね、よ。うん。いや、俺矢野でいいと思うよ。矢野でいいと思う。 なんでかって言ったら野村イズムだからお前ら忘れるなよ矢野は野村イズムの継承者だからなあほらちゃんと俺はよ悪いんだけどよ意外と野球の話させたらよ巨人にめっぽう弱いじゃんそうなんだ巨人に負け越しなんだいつも だから、ここ何、分析をちゃんとしないとダメなんだよ。うん。いや、理論的には分かってんだよ。そうだよ。ロムさんだって、あの、大好きだもん。佐藤だろ、だから。違うよ。左バッターで、松井秀喜も今回取ったやつだろ。あれは松井みたいなんじゃねえんだよ。バッティングホーム見てみ。ギータだよ。 まさにギータなんだよ。柳田と一緒。インコースの裁きがうめえうめえ。大山は右な。だからあそこどこに突っ込むかなんだよ。うん。だから、軸がよ、あの、反り打ちって言うんだけど、頭ヘッドが前に突っ込まないから。うん。あれ背筋強くねとあんな、 スイングできねえな。うん。マジで。すごいぜ。あれは、うーんーと、変化球にさえ対応できるようになったら、もうストレートはもう余裕で当たるから。うん。あとは縦の変化に、対応できるかどうか,かな。うん。 いいじゃんか、野球の話なんだからね。ちょっと待って、チンポジ直すから。あとはな、阪神もう一人、もう一枚な。まあね、ヤギちゃんは、ヤギちゃんはもうローテは入ると思うよ。先発ローテは。間違いないよ。俺嫌いじゃないんだよな、青ヤギ。うん。お前ら、 憎めないだろ、青柳って。俺は好きだけどなうん八木さんヤギさん,ヤギさん阪神の中のピッチャーではヤギさんはねうん。